すがは瑞希ね。また会おう。そうだね。楽しみ。そんな。クテちゃんにも行きしたけど。さっき瑞希のこと応援し。わかりましたわ、お姉さま。そんなことないよ。誤解だよ。だって。まずい。本当のことを言ったら確実に姫路さんに気づか。だって僕は。姫路さんに勝つつもりだった。浮久くん、そんな。私、学園長室に行ってきます。商品をもらってすぐにお料理を作る。いや、そんなに急がなくても。アーティ、ちょっと待って。話は終わってない。その通りです。お姉さんと美晴の。ちょっと待って。今のは嘘。本当は違うんだ。逆なんだよって言ってる間に手足の関節が決められて、とにかく二人とも話を聞き、言い訳無用です。あー、失礼します。おや、あんたかい。はい、成績はこの通りです。ああ、十分すぎるぐらいだね。どうしよう、姫路さんが勝っちゃったよ。まあ、あいつの実は。なんでそんなに平然としてるの。理由はか。そうか、一人で全部食べてしまえば残りの。察しがいいな。その通りだ。で、誰がその生贄になるの。ユージ、ムッツリーニ、それとも秀吉。秋久、なぜ自分が入ってないのじゃ。わかったよ、公平に決めるってこと。それは必要ない。そうだ、生贄はもう決まった。そんなの当たり前だよ。さすがは、そういうと思う。当然一人。え、まさか生贄って僕のこと。そう、確かにその場を取り繕う。だがな、思い出すアキスタ、1回戦が終わった時。私、アキスタ君のために頑張りますね。じゃあ、だから生贄は。そんな、僕だけを犠牲にするつもり。そうは言っても姫路が相手。姫路の思いを無視することはできんからの。そんな。材料があまりなかったので大したものはできなかったんですけど。秋久くん、食べてくれますか。もちろんだよ。それはダメです。ちゃんとしたものを食べないと。それはまあ分かってる。ちょうどよかったです。食後の胃に優しい。太陽を立たれた。さあ秋久くん、どう。わかった、食べるよ。どういたしまして。もちろん坂本くんたちの分もあります。ありがとう姫路さん。姫路さんがせっかく手料理を作ってくれたんだから、みんな絶対に食べるよね。逃れられぬ宿命と言うべきかの。おかわりもありますよ。たくさん食べてくださいね。みんな食べるときは一緒だよ。今回もさぞ素晴らしい味なのじゃ。ああ、一口食べただけで。じゃあみんなそろそろ行こうか。承知、向こうで。それじゃあいただきます。お味はいかがでしょうか。最高だよ。天にも昇るっていうか。姫路、また腕を上げたみたいだな。ああ、胃を通り越して直接脳に響くような。だが、ちょっと疲れて。そうだね。皆さん、どうしたんですか。
り倒れちゃうなんて。こんなことも言うかと、特製スタミナドリンクも作っておく。これも自信作だから絶対に美味しいはず。私が使えるようになったわ。